スカイラブ3号はアメリカ合衆国発の宇宙ステーションスカイラブにおける二度目の有人宇宙飛行である。飛行は1973年7月28日サターン IB 型ロケットに3名の宇宙飛行士を乗せて開始され59日間11時間9分で終了した。総計1 8 4 7時間に及ぶ活動時間の中で飛行士らは医療、太陽観測、 地球資源探査その他の分野で科学実験を行った。スカイラブの有人飛行は公式にはスカイラブに3予報と指定されているが、計画の起礎は作成する際の連絡ミスにより、それぞれスカイラブアイ、スカイラブツ、スカイラブ II と描かれた。エヴァを行うジャック・ルーズマ飛行士スカイラブレスキュー用の5人乗りコマンドモジュールスカイラブ本体に接近する間、アポロ宇宙船の4カ所ある。 姿勢制御用ロケットの一つから燃料漏れが発生した。ドッキング自体は無事に完了し問題への対処は続けられたが、その6日後も1箇所の RCS からも燃料漏れが発生し、管制センターに懸念が広がった。スカイラブは同時に2機のアポロ宇宙船とドッキングすることが可能なため、当初はもう1機のアポロを救出船として39番発射台から、 打ち上げることが検討された。8月4日には、レスキューミッションの打ち上げが9月10日に決定し、クルーのトレーニングと機体の準備が急ピッチでされたが、指令、機械船は RCS が2箇所あれば安全に操縦できるため、救出船を送る必要はないと、最終的に決断された。第1回の船外活動で、飛行士らは2本の柱を持つ日よけを設置した。 スカイラブ本体は発射の際、熱保護も兼ねた微小隕石保護シールドが脱落していた。これによって上昇した船内の温度を下げるため、2つの対策が施された。一つは折りたたみ傘のような日よけを、船内にある機材放出口から差し出し、展開するという暫定的なもので、これはスカイラブ2号ですでに成功していた。3号の飛行士が言ったのは、 これに追いかぶせるようにしてさらに大きな日よけを取り付けるという最終作業で機材はどちらも2号がスカイラブに持ち込んでいた。3号では包括的な医療研究が継続され、前の2号で収集された宇宙飛行への人間の生理学的な適応、最適応の能力に関するデータがさらに充実された。 また飛行士の宇宙滞在の期間が約1ヶ月から2ヶ月にまで伸びたことにより飛行時間が生理学的な適応、最適応の能力に与える影響も検証することができた。スカイラブの3回の飛行ではいずれも一連の革新的医療調査が行われた。それらの革新的調査は2号で行われた基礎調査と同じものだったが3号の飛行中に 行われたものは研究者らが2号の科学的結果から学習したものに基づき追加の試験が補充されていた。例えば脚部だけの体積の測定、飛行前と飛行後の立体写真計測、そして飛行中のふくらはぎの周囲の寸法の最大値の計測などは、もともとはスカイラブの3回の飛行すべてで予定されていたものだった。2号で撮影された写真から飛行士たちには、 顔のむくみの症状が現れていることが明らかになった。これにより3号では、頭部への顕著な体液の移動についてより多くのデータを集めるため、飛行中の胴回りと足回りの寸法の計測を追加で行うことになった。その他に追加された試験には、1、脚部にカフをつけての動脈圧の測定に、飛行前と飛行中の顔写真を比較しての、 顔のむくみの症状の調査3、静脈の進展性の計測4、ヘモグロビンの測定後、尿の比重や質量などの測定などがあった。これらの飛行中検査は体液移動の減少について理解を深めるべく、体液の分布や体液のバランスになどついてさらに多くの情報を与えた。3号では無重力が生体に与える影響を検証するため、ネズミ、症状場へ、 単細胞生物、細胞培養液などを用いて生態実験が行われた。また、人間の肺細胞が細胞培養液に入れられ、微小重力環境における生、科学的な特徴の検証のため登場員らと一緒に飛行した。ポケットマウスの時間生物学と黄色症状 Y の24時間の生態リズムと題された2つの動物実験は、 どちらもロケット発射から30時間にわたって停電が発生し、実験動物が死んでしまったため、不成功に終わった。スカイラブの実験には、アメリカ中の高校生も参加し、天文学、物理学、基礎生物学などで研究が行われた。生徒たちが提案した実験項目には、コーディネフスキーグも、木星からの X 線、実験免疫学、原型質流動、 質量測定、中性子の分析などの研究から宇宙空間で雲は巣を張れるかというものもあった。飛行士らの健康状態は、航行衛星、環境と飛行士の微生物学、放射線、スカイラブ機動実験室の毒物学的観点などのデータを集めた上で、スカイラブの中で判断された。他の評価項目には操縦装置や船室の居住性などがあり、 飛行士の活動やメンテナンスの実験は2号から4号を通して宇宙での生活や仕事という観点をよりよく理解するため検証された。円形の気象はレオナルド・ダ・ヴィンチのウィトル・ウィウス的人体図をモチーフにし計画の医療実験を象徴しているが正規の部分は省略されている。また背景には半分の太陽と半分の地球が描かれ、 飛行中に行われる実験を象徴している。白字の背景には飛行士の名前とスコイオラブ2の文字が書かれ、外周を赤と白と青の線が囲っている。飛行士の妻らは男性像の代わりに女性像を描き、自分たちのファーストネームを周囲に書いた代わりの気象を密かに作っていた。彼女たちはこの気象を 飛行士らを驚かせるためアポロ司令船のロッカーの中に密かに忍ばせていた。グレートレイクス科学センターに移動される3号の司令船3号で使用された司令船はオハイオ州クリーブランドにあるグレートレイクス科学センター内グレン研究センターの訪問者センターに展示されている。2015年9月から 島根県大地郡川本町の悠々ふるさと会館の駐車場の一角に展示されているものは本物のように表示されているが2006年に江ノ島流の時計塔前2008年頃には富士ミルクランドに展示されていたもので部品には1966年生徒の記載が見受けられ出所、審議については不明。ありがとうございます。